はい、どうもこんばんは、ミスチラーです。はい、まあ、こんばんはって言ってますけどね、まあ今真っ昼間なんですけど、まあアップされるのが夜なんでね、こんばんはって言いました。まあどうでもいいんですけど、まあ今日はですね、まあ動画のタイトルにもある通り、まあね、30周年のアニバーサリーツアーの、半世紀へのエントランスっていうね、ツアータイトル、発表されましたけど、今日はその半世紀へのエントランスでやるだろうと、確実にこの曲やるだろうっていう曲を、まあ、ピックアップして、今日はこれやるんじゃない、あれやるんじゃないみたいな感じで、まあ本当に完全に予想、セットリスト予想をね、していきたいと思うんですけど、まあね、順番とかは正直ね、どうでもよくないですか？そう、セットリスト予想とか言って、なんか順番で、なんかね、予想する人いますけど、順番はぶっちゃけ、どうなるかわかんないし、もうそこまでやってるとキリがないし、もう順番を 100% 当てるっていうか、その、この曲やるだろうっていう予想は、当たるか外れるかだけど、順番に限ってはもう順番はもう、ぶっちゃけさ、もう当てれないじゃん、もう、ほとんど。もうそこら辺はもう完全にミスチル側の裁量になるんで、もうそこら辺までね、順番とか予想してたらキリがないんで、僕は今回は、順番はね、全く、考えてないので、まあ、そこはご了承ください。この曲やるだろうっていうのを、まあ、順番に、まあ、やる確率の高い順というかね、まあ、順番でもないけど、ちょっとまあね、一曲一曲、なんでこの曲をチョイスしたのか、なんでこの曲を予想に上げたのかっていうのも、一曲一曲詳しく、説明するんで、まあね、おとなしく聞いてほしいんだけど、まあ、早速ね、そう、まあ、やるだろう。もう本当に、まあ、いろんなものを基準にしました。まず、一つは、アニバーサリーツアー。アニバーサリーツアー、今までのアニバーサリーツアーのセットリストを基準。と、最近のライブだったりとか、まあ、最近の、まあトレンド、ミスチル内でのトレンドみたいなのも意識しながら、まあいろんな方面から、予想を立てました。はい。という感じで結構いろいろ頑張って、考えたんですけど、本当にね、もう最近はずっと何の曲やるだろうっていうことばっかり考えてて、まあ僕、今、基本的には月から金は働いてるんですけど、仕事してるんですけど、本当仕事中も、マジでね、本当にミスチルのセットリストのことばっかり考えてたんで、正直仕事のこととか全く頭に入ってなくて、昨日はね、金曜日、すごいね、多大なるね、ミスを犯してしまってね、まあ、めちゃくちゃ怒られました。はい。という感じぐらい、それぐらい、本当にミスチルのこのセットリストを考えてたんで、はい。もう、その僕の頑張りもね、認めてほしいと思うんで、まあ、どうでもいいですけど、これですね。見えますかね。ちょっとね、たくさん書きすぎたんで、ちょっと細かいかもしれないですけど、まあね、だいたい30曲ぐらい。うん、これは完全に、まあね、本当に、なんて言うんだろう。一応、30曲はやるのかなってね、そこはちょっと疑問なんだよね。今ほら、コロナ禍だから、あんまりライブ会場にずっと長居させるってわけにもいかないと思うんですよね。そう。結構ね、他のミュージシャンとかもライブの曲数減ってると思うんですよね。やっぱりその長居させると、やっぱりその分、密になる時間が多くなるからっていうのもあるのかわかんないけど、ちょっとね、今回のアニバーサリーライブ、まあ、基本的に30曲ぐらいミスチル、アニバーサリーはやってたんだけど、まあ、今回どうなるんだろうね。30曲もやんないんじゃないかなと。まあ、とりあえず、やる確率が高そうな曲を挙げました。はい。まあ、100% やるとは言ってないんでね。うん。まあ、100% やる曲がわかるわけじゃないし、そう。まあ、やる確率が高いだろうっていう意味で、この31曲か、ピックアップしましたね。うん。まあ、説明していきたいと思います。はい。まあ、イノセントワールドに関しては、絶対やります。はい。これまあ、やんなかったらやんなかったで、逆に、ついにもうね、これは定番に外れたんだって思うし、まあ僕正直言ってこの予想が当たっても外れても全然、なんか嬉しくもなんともないというか、むしろこの予想を外してほしいぐらい、うん、なんかライブ定番みたいな、もう、まあ、アニバーサリーってほとんどシングル曲だし、もうよくやる曲ばっかり、だから正直あんまり、好きじゃないんですけど、本当なんか逆に裏切ってほしいぐらい。30周年だけど、なんかめちゃくちゃマニアックなセットリスト。なかなかライブでやんない曲を、たくさんやるみたいになったら、ほんと僕、逆にそっちの方が嬉しい。うん。この予想っていうか、これに上がった曲を、9割近くやってほしくない。うん。そんぐらい思ってるんで、そう。逆に裏切ってほしい。これ以外の曲をやってほしいっていうぐらい。うん。まあそんな感じで、まあちょっと話脱線したけど、イノセントワールドはもうしょっちゅうやってます。はい。もうアニバーサリー、ポップザウルスの2001でもやったし、で、次のアニバーサリーのホームインザフィールドやったし、まあ、ホームインザフィールドはほぼ、まあ、ホームっていうタイトルだけど、まあ、ほぼね、アニバーサリーツアーでしょ、15周年の。もうセットリストも、ほぼホームの曲やんなかったし、まあ、シングル曲の、メジャーな曲をね、
もう、をメインで。で、ちょっとホームの曲みたいな感じだし、まあ、あれはほぼもうね、アニバーサリーツアーと考えて、間違いないと思うし、で、20周年のポップザールスでももちろんやった。で、25周年でもやった。サンクスギビング。まあ、やらないはずはないでしょ。で、この間のユナイトでもやったし、イノセントワールドはやらない可能性はないと思いますね。ほぼほぼ。うん。だってやんなかったツアーもないと思う。そのアニバーサリー以外も考えて。まあね、結構はそのミスチルって、最初アリーナツアーやってて、次スタジアム、オア、ドームツアーみたいな。まあ、もしくはその両方みたいな感じでやるじゃないですか。そう。で、アリーナの方では、ほぼやんないんですよね。イノセントワールド。ドームとかスタジアムでは、やることは多いんですけど、これが反転したツアーは、一個だけ。週末のコンフィニーソングツアー、アリーナツアーでは、イノセントワールドやったけど、ドームツアーのスーパーマーケットファンタジーツアーではやんなかったみたいな。そう、逆転現象が、まあ、この時だけ起こった、2009年。それ以外は基本的にアリーナではやんなくて、スタジアム、ドームツアーではやるみたいな感じの、まあ、このルーティンというか、その流れっていうのは、結構ね、あんま変わってないし、まあ、アニバーサリーでは絶対やるし、みたいな。イノセントワールドはもう、やんないことはないと。どんなにマニアックに攻めてたとしても、イノセントワールドはな、うん、外れないと思います。はい。なんで、まあ、一番ですね。でね、この、ちょっと記号を書いてるんですけど、星はね、その、アニバーサリーツアー解禁賞の曲です。この星マークね。ちょっと細かくて見えないかもしれない。で、丸は、まあちょっと解禁ではないけど、結構やってる。で、こっちの17曲目からは、この、ちょっとね、三角がちょっと見えづらいと思うんだけど、三角に関しては、まあ、半分。まあ、まあやるみたいな。で、他は、ちょっとイレギュラータイプ。なんて言うんだろう。やるかもしんないし、やんないかもしんないし、みたいなところで、印ついてないのはそんな感じ。はい。ちょっとここに、ちょっと書き忘れたポケットカスタネットが入ってますけど、まあ、ちょっと順にね、一曲一曲説明するんで、まあ、あんまり記号は、とか、並びに関してはあんまり意味がないです。まあ、基本的にリリース順で並べたかったんだけど、ちょっとね、書き忘れたりとか、あったんで、ちょっとね、もうそこら辺ちょっともうちょっと貴重面に入れたかったんですけど、ちょっとね、もう書き直すのもめんどくさいし、どうせ一曲一曲紹介するから、いいかなと思って。はい。で、ダンスダンスダンス。まあ、これも解禁賞です。はい。これも、ポップザウルス2001やった。ホームインザフィールドやった。で、あと、なんだっけ。ポップザウルス2012もやった。はい。で、サンクスギビングももちろんやった。はい。もう解禁賞ですね。はい。ダンスダンスダンス。で、もうね、まあ、これの前のツアーね。まあ、本当にコロナ後はやってないし、コロナになる前の最後にやった重力と呼吸ツアーでもやったし、あとまあアゲンストオールグラビティツアーでもやったし、もう最近はもう結構ダンスダンスダンスは結構定番になりつつあるし、うん、やんないくないでしょ。まあ盛り上がるしね。うん、盛り上がるし、まあ僕も個人的にダンスダンスダンスは嫌いじゃないし、うん、いやいいと思いますね。ダンスダンスダンスは多分やる。絶対やると思う。うん、盛り上がるもん。うん。で、ギフト。これも定番ですね。うん、これも、見たら、2012のポップザウルスでもやった。で、サンクスギビングでもやった。うん。で、この間のユナイトでもやった。みたいな感じで、結構ギフトはね、もしかして、っていう感じ。まあ、やる確率高いんじゃない？うん。で、エソラ、ファンファーレ。まあ、この2曲に関しては、もうずっと前までは、リリースされてからはもうずっとライブ定番だったんですよね。だけど、未完から狂い始めたというか、そう、未完でやんなくなった、未完ツアー。うん、そう。それ以前はもうずっとライブの定番曲で、やんなかった公演がなかったんだけど、そう。で、サンクスギビングで復活。で、重力と呼吸、アゲンストグラビティツアーではやんなかったみたいな感じで、そう。まあ、この2曲は、でも、アニバーサリーでは確実にやると思います。うん。この2曲ね。まあ、やってほしいしね。エソラ・ファンファーレの流れはいいと思いますね。本当に大好きだし、うん。この2曲は、そう。まあ、エソラが特に好きなんで、そう。エソラをなんで外すのって思いますね。うん、エソラはもう毎回聞きたいと個人的には思ってるんで、うん、まあ、今度のアニバーサリーでもやってくれるだろうと期待します。まあ、解禁賞だしね。はい。で、365日。これもね、地味によよくやってますね。うん、2012のポップザウルス、2017年のサンクスギビングのスタジアム公演。ドーム公演ではやらなかったけど、そう、スタジアムからやり始めてて、DVD 収録もされたし、みたいな感じで、うん、365日は僕は個人的には、サンクスギビングから反応下げになったじゃないですか、キー下げ。あのバージョン好きですね。うん、すごい切なくなれるし。やっぱりね、キー下げだとやっぱりちょっと新鮮味が出るんですよね。そう、個人的には、全然キー下げでやってほしいですね。うん。で、後から気づいたんですけど、サインも解禁賞だったということに気づいて、まぁ、ちょっと順番で書きたかったんだけど、ちょっとね、順番がおかしくなりました。サインも、2012でやったし、2017の、
でもやったし、まあ、2017のサンクスギビングはスタジアムからやり始めたけど、まあ、そんな感じで、最後ね、地味に解禁賞で、最近のね、まあ、だと、アゲンストグラビティでもやったし、ユナイトでやったっけな、ちょっと調べるわ。ユナイトでやったっけ、ちょっとすいません。急遽調べるんだけど、あれユナイトのね、セットリストちょっと微妙なんだよね。まだ完全に、ちょっと、抑えきれてないというか、ちょっと、まあ、後でちょっと調べて見つかったら言いますね。ちょっとメモしてるんですけど、はい。僕仕事中にこういうね、なんか、全くね、仕事とは関係ない YouTube に関するメモを取ることに、すごい一生懸命になってね、そう、ほんとね、クソ野郎だと思うんですけど、個人的にもね。どこだっけ、まあ、ちょっと気づき次第。やってないと思うんだよね。ちょっとね、どこだ、あ、そっか、2冊目か。いや、ちょっとすいません。ちょっと移動しまくて、この時間本当もったいないと思う。あ、うわぁ、最悪。本当。くそがマジで。すいません、ちょっと取り乱しちゃいました。いやぁ、すいません、ちょっと今ね、手についたよ。最悪。死んじゃえばいいのに。マジかよ、ほんと。ほんと死んじゃえよ、マジで。すいません、ちょっと。あ、もうせっかく綺麗に書いてんのによ、マジで。ふざけんなよ、マジで。うわぁ、もうほんと、もう死んじゃえ、死んじゃえ、マジで。ちょっとすいませんね、ほんと。編集したくないんで、そう、僕ほんと編集大嫌いなんで、自分の顔見るの嫌いなんだよ。編集したくねえから、こうやって、ボードに書いてんのによ、マジで。すいません、せっかく綺麗に書いたのに、もう、マジで。すいません、取り乱しちゃいました。ちょっと、ほんとクソだな。あ、ちょっと、すいません、取り乱しちゃいましたけど、もうほんと、いや、もうユナイト調べない、マジ。ユナイトのせいだ。ビーズとミスチルのユナイトのせいだから。マジで。クソ。知らねえ。サインやったっけな、もうどうでもいいや、マジで。はい。サインは解禁賞です。やります。はい。で、トゥモローエバーノーズね。トゥモローエバーノーズはね、確かね、ポップザルス2012ではやんなかったんですよね。そう。唯一やんなかった。アニバーサリーでは結構解禁賞だけど、そう。ポップザルスの2012で意外にもやってないっていうね。そう。驚きですね。あんまり僕アニバーサリーライブ、まあ、ポップザルス2012行ってないし、そう。生で聞けてないから、あんまり把握できてないところなんですけど、そう、DVD でしか見てないから、そう。いや、意外にもやってなくて、そう。まあ、でも、トゥモロデバノーズはもう最近よくやるんでね、うん、この間のユナイトでもやったし、まあ、やるだろうと。うん。で、西へ東へね。うん。これもね、結構熱いんじゃない？もうアニバーサリーの定番というか、もうライブの定番だよね。西へ東へは。やんなかった公演がに、ホーム・イン・ザ・フィールド。そう。ホームインザフィールドやってないから、一応この丸印なんですよ。そう。解禁賞ではないっていう感じで。で、終わりなき旅。終わりなき旅はね、もうやんなくていいと思うし、僕個人的にはもう聞きたくないんだけど、ライブでやってほしくない曲ランキング1位なんだけど、まあ、多分やるだろう。うん。もう定番だし、うん、アニバーサリーではもう確実にやる。やんなかったのが確か、ポップザウルスの2001、意外にもやってないんですよね。そう。なんで、ちょっとね、うん、やんないでほしいですね。うん。これは一応その、やるだろうっていう予想で立ててるけど、やんないでほしい。個人的には。はい。で、光の差す方がね。これはね、定番ですね。うん。これはもうずっとやってて、ホームインザフィールドでやんなかったから。だから一応、丸印、解禁ではないっていう扱いなんだけど。うん。光の差す方へは、うん、やってほしいね。個人的には。そう。いやー、ちょっとギター持ってほしいですね。ポップガールズ2012ではね、初めてハンドマイクで光の差す方へ歌うみたいな、ちょっと新鮮なね、感じがしましたけど。うん。で、ユースルデイズね。これも、ホームインザフィールドでやんなかった。という意味で、解禁ではない。丸印なんだけど。ユースルデイズは、サンクスギビングでは、ドーム公演でやったんだけどね。スタジアムではやんなくて、収録もされなかったっていう感じで。だけど、まあ、やってほしいよね。ちょっと僕、シングル曲の中でもトップクラスで好きなんで。いやー、ユースルデイズね。次は、もしやるとしたらね、アコースティックギター持つかな。もしくは、エレキギター持つか。そこら辺もちょっと楽しみだね。
うん、個人的にも好きだし、やってほしいなって思いますね。うん、で、花火ね。花火はね、ポップザルス2012でね、やんなかったんですよ。そう。意外にも。そう、なんかね、定番から外れたんですよね。うん。で、最近はもう、また定番に戻ったというか、2015年のリフレクションツアーで復活して、しかも原曲で、そう。それ以前はずっと半音下げのキー下げバージョンだったんだけど、そう、いきなり2015年のリフレクションツアーからやり始めて、まあ、未完成やらなかったけど、そう、サンクスギビング、重力と呼吸、アゲンストグラビティツアー、ずっと原曲でやり始めるみたいな、そう、感じで、そう、最近は結構定番になるんで、もしかしてね、まあ、やるだろうね。うん、花火はちょっと、うん、もうほぼ定番ですしね、やんないくはないだろうと思いましたね。で、フェイク。フェイクは、サンクスギビングでやんなかったからマルジェイシーなのかな。うん。フェイクは個人的に好きなんだけどね。で、結構スタジアムとかでも、ね、結構演出入ると思うし、うん、やってほしいですね、個人的に。そう。なんでね、サンクスギビングでやんなかったんだろうとね、思いますけど。で、ワールズエンドね。これちょっと見えるかな？そう、ワールズエンド、ちょっとさっきね、引っかかったっけ？引っかかったんで、ちょっと。あれなんだっけ？ワールズエンドも、やるんじゃね？だって、まあ、アニバーサリーでやんなかったで言うと、サンクスギビングかな？そう、サンクスギビングでやんなかったけど、重力と呼吸、あと、アゲンストグラビティツアーにもやったし、流れてくるんじゃない？アニバーサリーではもう大抵やってるし、2007年のホームインザフィールドでもやったし、2012のポップザルス2012でもやったし、うん。いや、来るんじゃねって思いますね。うん。で、16曲目、これ、オーバーチャーからの蘇生ね。そう。これもね、来るんじゃない？うん。もう、ほぼほぼ、ライブ定番。やんなかったのが、ホームインザフィールド。そう。2007年の。ホームインザフィールドは、やんなかったけど、ホームインザフィールドの前の、ホームではね、やったんだよね。そう。だから、まあちょっと、やってんのかやってないのかわかんない。まあちょっと、まあほぼ解禁症みたいな感じかな。オーバーチャーからの蘇生はね。うん。多分ね、最後の方にやるのかな。うん。大抵蘇生は、アンコールの1曲目とか、アンコールの方でやるっていうのが結構定番。2012のポップザルスでもアンコールにやったし、で、サンクスギビングでも最後の1曲目とか、うん。で、未完でもやりましたよね、確かね。未完でもやったりとか、なんかスタジアム公演でやる傾向がありますよね。だから、今回ね、日産スタジアムでもやるし、いやー、うん。まあ、個人的にはやってもやんなくても変わんないんだけど、うん。いやー、そんな感じですね。で、ちょっとすいません。見にくくなっちゃったけど、ラウンドアバウトね。こっから三角です。これは、やるかやらないかちょっとわかんないけど、まあ、結構やる傾向にある、そう、コーナーですね。ラウンドアバウトは2001年のポップザウルス、2012のポップザウルスでもやったし、なんか、何十周年の時、そう、何十周年の時はラウンドアバウトをやる傾向にあるんじゃないかなと、まあ、2回しか言ってないけどね。うん。そう、そんな感じで、ラウンドアバウトは、そう、今回ね、30周年だから、まあ、もしく、まあね、ポップザルスじゃないから、今回。やんないかもしれないけど、何十周年イコール、ラウンドアバウトみたいな、勝手なイメージなんで。そう。まあね、孤独の章。まあ、これはちょっと聞いてみたい、生で。ちょっと、僕まだ一回も聞いたことないし、生で。ポップザルスは行ってないんで、うん、聞いてみたいですね、個人的に。うん。いや、で、ラララね。ラララは、2001のポップザルス。で、2012のポップザルスでやりましたね。で、2012はね、確か一人で、そう、酒屋さん一人での弾き語りだったんだけど、まあ、ラララは個人的にね、全く好きじゃないんで、まあ、どっちのバージョンでもいいし、つか、やんないでほしいぐらい。だけど、そう、ラララも何十周年の時、にやる傾向ありますね。まあ、何十周年って言ってますけど、ポップザルス2001に限っては、何十周年、10周年のライブじゃないですよね。そう。一応なんかアニバーサリーっぽい9周年目のベストアルバムが出た時にのツアーっていう感じだから、なんか何十周年では厳密に言うのないんだけど、そう。まあね、あらかじめね、ちゃんと分かってますってことはちょっと皆様に伝えておきます。ね、本当にいちいちね、上げ足を取る気持ち悪いやつがミスチルファンにね、結構多いんで、そう、分かってるっちゅうのっていうところを、なんかいちいち上げ足取ってくる気持ち悪いね、気持ち悪い信者があまりにも多いから、あらかじめ言っとくけど、そう、ちゃんと分かってますよ。でも一応、まあ、くくりとして、まとめやすいように、何十周年って、まあ、ポップザルスは10周年記念という意味で言ってますからね。うん。そう、まあ、ラララはぶっちゃけ、うん、どうでもいいというか、ちょ、言っちゃうあれだけど。で、くるみ。
くるみもまあ微妙に定番曲というか、まあ2012でやったしね。うん。そう。でも他の15周年のホームでは確かやってないし、うん。くるみはちょっとね、原曲で聴いてみたいなっていうのは、ずっと半音下げるキー下げでやってるじゃないですか。まあ結構キーが高い曲だから、そう。まあ原曲ではやんのかな。うん。一応光のアトリエのシングルに、スタジオ録音のくるみ原曲バージョンが入ってますけど、やるかな、やってほしいなとは思いますけど、で、名もなき歌ね。これが微妙なところなんですよね。何十周年の時はやってないんですよ。だからポップザウルス2001も2012もやってない、意外にも。そう。何5周年そう。15周年の、15周年のホームインザフィールドと25周年の、サンクスギビングではやった。だから、何十五周年みたいな、そう。そう。一の位が5の週の時は、やる傾向にあるんですよね。だから、まあ、30周年ではやるかなっていう、まあね、ここら辺はもう完全にね、なんか法則性、まあ向こうもね、ミスチル側も意識してるかどうかわかんないけど、そう。名もなき歌、でもね、名もなき歌はね、スタジアム公演ってイメージが強いんですよね。そう。2004年の至福の音ツアーの、ね、横浜の、日産スタジアム公演でも、まあ、生の曲でやったし、そう。で、ホームインザフィールドでも2曲目にやったし、そう。で、サンクスギミングでもやったし、みたいな感じで、結構ね、なんか、スタジアム公演のイメージが強い、個人的に。そう。名もなき歌はね、まあ、ちょっともういいかなと。うん。別にそんなにめっちゃ聞きたいわけでもないし、うん。まあ、一応ね、やる傾向が強いなと思ったんで、まあ、三角。はい。で、シーソーゲンも生なき歌と一緒で、なんか、何十五周年。十五周年のホームインザフィールド。サンクスギビングの、ね、25周年。この2回でやってるし。だから、何十五周年。だから、35周年ではやるかもしれないですね。でも、シーソーゲームはね、あんまライブでやんないしね。うん、まあ、やんなくていいんだけど、そう、僕、シーソーゲームは文化祭で歌ったんで、ちょっともうね、聞きたくないんですよ。文化祭を思い出すんで。はい。全然盛り上がらなかったんで。そう、本当に、地獄、もうなんか、シーソーゲームを文化祭で歌ったせいで、僕、シーソーゲーム嫌いになりましたからね。うん。そう。やんなくていいし。でも、やる可能性は、まあ、微妙。そう。まあ、15周年と25周年でやったから、まあ、35周年ではやるんじゃないっていう感じで。30周年でやるかどうかわかんない。はい。で、これ三角コーナー終わり。はい。で、22、口笛。やってほしいね。この間のユナイトでやった時が、結構鮮明に、記憶に残ってるんだけど、口笛は、ね、やってほしいよね。15周年のホームインザフィールドでやったし、最近結構よくやる気がしますね、口笛。ちょっとやってほしいなって思いますね。今回ちょっと、どういうライブになるのかね、本当に、なんか、メジャーな、ポップザウルス感はちょっと、ね、どうせタイトルがさ、シリーズが変わったじゃないですか、今回ね。ポップザウルスじゃないわけだから、個人的には本当になんか、ポップザウルスのそのシングル曲多めみたいな。そう、サンクスギビングもぶっちゃけシングル曲多めだったじゃないですか。そう。なんかちょっとマニアック路線攻めてほしいんですよね。ちょっと、せっかくツアータイトル変えたから。そう。まあ、口笛は全然もう大好き。もうシングル曲で一番好きなんでね。そう。いやーね、やってほしいね。で、Everything It's You ね。これは意外と、なんか定番のようで定番じゃないというか、やった公演で言うと、まあ、アニバーサリーで言うと2012のポップザウルス。で、2015の、まあ、リフレクションツアーとか。はい。で、この間のユナイトでね、やりましたけど、Everything It's You は、まあ、個人的にちょっとギターソロ聞きたいし、全然やってくれて構わないし、で、足音。足音も来そうだよね。結構。なんで一応入れましたけど、足音はまあ、ぶっちゃけどうでもいいです。はい。で、ひまわりだよね。ひまわりぶっちゃけね、ちょっとね、最近の解禁症だと思うんですよね。もうずっと、サンクスギビング、重力と呼吸、アゲンストグラビティ。で、この間のユナイトでもやったし、多分ね、ひまわりはね、定番になるんじゃないって思いますね。今後ね。そう、エソラとかファンファーレみたいな感じで、多分定番になりそう。だから一応その最近の曲だから星はつけなかったけど、まあほぼ解禁症なんで、ひまわりはね。まあでもやってもやんなくても変わんないけどな、俺個人的には。そう。で、Your Song ね。大好き。Your Song やってほしいね。
岩さんもやってほしいんだけど、いやー、どうなんでしょうね。まあそんな感じで。で、シングルスね。シングルスも最近の皆勤賞。もうずっとやってる。この間のユナイトでもやったし、ほんとひまわりと一緒で、そう、重力と呼吸ツアー以降ずっとやってるんで、まあやってほしくないけどね。ほんと、シングルスはもういいっす。はい。で、ブランニュープラネット。これちょっとライブで聞いてみたいね。ミスチルの、ツアーでやってほしい。いや、ちょっとね、この間のユナイトの時良かったんでね。で、ダンシングシューズね、ここら辺がちょっとね、怪しいというか、怪しいっていうのはやりそうっていうか、この間のユナイトでもやったし、なんか1曲目にやりそうですね、ぶっちゃけ。そう。まあちょっと明日1曲目予想っていう動画を出すんだけど、まあちょっとダンシングシューズは来そうなんだよね。1曲目に。そう、これから始まるぞみたいな感じの、で、結局ね、サウンドトラックスツアーみたいなのやんなかったし、そう。何なんだろうね。今回もしかしてそのサウンドトラックスの、埋め合わせみたいなところもあんのかもね。ちょっとそこら辺はわかんないけど。いや、やってほしいね。ダンシングシューズもね。結構良かったんで。はい。で、君がいた夏。君がいた夏推し結構最近強い気がしてて。まあ、サンクスギビングの時もさ、クロスロードを蹴って、君がいた夏をなんか DVD 収録するみたいな意味のわからんね。ことをし始めたじゃないですか。そう。いや、ほんとおかしいんじゃないと思って。ミスチル側がそれを望んでやったのか、まあ、はたまた運営が考えてそうやったのか、まあ、わかんないけど、いや、なんで君がいた夏なんみたいな。いや、ほんと、ちょっと意味がわからん。クロスロードだろ、そこは、みたいな。個人的には思ってるんだけど。いや、君がいた夏はもうやってもやんなくても変わんないね。個人的には。できればやってほしくない。そんな感じですね。で、ポケットカスタネット。ポケットカスタネットも、ちょっとこの三角の中なんだけど、ちょっとね、急遽、ちょっと書き忘れたんで、書いたんですけど、ポケットカスタネットも15周年のホームインザフィールド。で、25周年のサンクスギビング。まあ、スタジアム公演からだけど、そんな感じでは、ポケットカスタネットは一応結構、アニバーサリーでやる率は高いんだけど、ちょっと、今回の30周年は微妙ってところで、三角ですね。で、ちょっとね、すみません、さっき落とした時に、ちょっと、手でね、消えちゃったんだけど、これプラスです。プラス。プラスですね。はい。ちょっとすみません。もうせっかく綺麗に書いてたのに、ほんと最悪だよ。で、結構ね、何十周年の時って、まあ、アニバーサリーの時って、新曲をね、用意するじゃないですか。まあ、10周年、まあ、正確に言えば9周年だけど、そう、ポップザウルス2001の時は、優しい歌がね、当時新曲として発表されたりとか、あと15周年の時は、旅立ちの歌が、未発表曲みたいな。未発表曲っていうか、新曲みたいな感じでやったりとか。で、20周年の時は、祈り涙の起動みたいな。で、25周年の時は、ひまわりみたいな。で、今回もしかしてシングルみたいなの出んのかな？新曲。ちょっとそこら辺期待してるんだけど。そう、やってほしいね。新曲。なんか出してほしい。なんかタイアップとかついてからかもしんないけど。いやー、ちょっとね、まあ、傾向で言うと、なんか、新曲1曲、携えて、アニバーサリーやるから、ちょっと期待してますね、個人的に。はい。で、大抵ね、こういうなんかアニバーサリーツアーの時は、なんか、カップリング曲、めったにやんない、カップリング曲、やる傾向あるじゃないですか。10周年の時は何やったっけ？独り言をやったんだっけな。そう。で、15周年の時はカップリング何やったっけ？ホームインザフィールドはね、結構ね、メジャーな曲で、あ、響きかな？くくりで言うと響き？そう、シングル、てかカップリング曲のなんかくくり言うと響きをやったりとか。で、20周年の時はデルモとか。で、25周年の時は、なんか、まあ、収録はされなかったけど、こんな風に広く蒸し暑い日とか、そう、やったりとか。だから今回もなんか、その曲やるの？みたいなカップリング曲やるのを期待してますね。収録されるかどうかわかんないけど。個人的に聞きたいのは、ほころびとか。ヘブンリーキスはドーム公演でいけるかな？なんかちょっと、どっち、ちょっと結構音出しめな？そう、落ち着いた曲だから、ドームスタジアムではやんなそうですね。ヘブンリーキスは。まあ一番好きなカップリング曲だけど、ほころびあたりが結構ね、来そうだよね。ほころびは2006年の無人島、ザ・無人島っていうフェスでやりましたけど、まああれも結構野外だから、結構広い会場じゃないですか。ほころび来そうだよね。ほころびとか、あと考えられるのは、またちょっとアンコールだけど、こんな風にひどく蒸し暑い日とかもやってほしいし、それ収録してほしいよね。あと考え、まあ、やってほしいで言うと、なんだろうね。
うん、こんぐらいかな。うん、そんな感じ。そう、カップリング。あ、で、ポップザルス2001だと、独り言だと花、メメントモリじゃない方の花とかね、やったりとか、まあ、そこら辺かな。うん、まあ、そんな感じで。そう、まあ、傾向で言うと、新曲と、あと、なんか、めったにライブでやったことがないカップリング曲を、なんか、入れるみたいな感じなんですけど、まあ、今回の、この、半世紀のエントランスがもしかしてマニアック路線で攻める、方向だったら、もしかしてそういうなんかマニアックな曲ばっかりやるっていう感じで、そう、カップリング曲たくさんやるって可能性もまあ、なきにしもあらず。だけど、まあね、スタジアム公演だしね、ドームスタジアムだから、なんか、にわかクソ野郎でも、にわかクソ野郎でも楽しめるようなセットリストになりそうだね。今考えると。マニアック路線はさすがに、ドームスタジアムではやんなそうですね。うん。やっぱ、うん、期待しない方がいいですね。うん。どうせにわかクソ野郎がね、9割近くなんで。はい。そんな感じで。いや、楽しみですね。でね、あ、書き忘れたんだけど、マシンガンをぶっ放せも来そうですね。ちょっと書き忘れたんですけど、うん、今思い出したんですけど、まあ、今のこの状況に似てるじゃないですか。見えない敵にマシンガンをぶっ放せってね。まあ、見えない敵ってコロナのことだと思うんだけど、そういうメタファーをかけて、マシンガン熱いっすね。マシンガンは書かなかったのは、なぜかというと、その定番ではないですよね。もう2001年のポップザウルス以降ほぼやってないですよね。そう、ほぼやってなくて、あれでやったかな、ワンダフルワールド、一夜限りのワンダフルワールドでやったっけな、ちょっとそこら辺はちょっと記憶が曖昧なんだけど、そんな感じでマシンガンをぶっ放すちょっと聞いてみたいなって、あんまり好きじゃないんだけど、今の桜井さんの声で、今のミスチルの演奏で個人的には聞いてみたいなーって思いますね。まあそれはちょっと今調べるんだけど、ワンダフルワールドオンディセンバーでやったっけな、うん、確かやったような気がするような、ちょっとあんまりね、ちょっとすいません、あんまり興味のないあのツアーなんで、ツアーというかライブなんで、あんまりちょっと記憶が微妙なんだけど、やってないですね。はい、やってないです。はい、そんな感じです。はい、でもやってほしいね。ちょっと最近のミスチルの声、桜井さんの声で聞いてみたら、なんでしょう、書かなかったけど、やるんじゃねみたいな勝手な期待を抱いてます。はい、という感じで今日は、半世紀のエントランスでやりそうな曲、まあ、やる確率が高いであろう曲をピックアップしました。はい、すいません、ちょっとね、見えないところとかあったんだけど、まあね、冒頭に戻ってスクリーンショットとかしてみてください。はい、そんな感じですね。いやー、結構ね、考えるの楽しかったですよ。うん。まあだけど、正直ここら辺の曲を、で、まあね、やりそうな曲で、セットリストを埋められるのはちょっとね、僕勘弁してほしいですね。そう、僕は本当ガチマニアなんで、本当になんかマニアックな曲を多めにやってほしいです。はい。まあ、ミスチルはそういうことやんないんでね、基本的に。あんま期待はしないんだけど、まあ一応、行きます、もちろん。ライブはね、セットリスト解説もしたいし、うん、そんな感じです。はい。まあ僕、こういう感じでミスチルに関する、動画出してますけど、僕自身もね、ミュージシャンやってます。本当にミスチルをぶっ潰してやろうと、そう、思ってるんで、そう、ミスチルファンが、オアキシファンになるぐらいのミュージシャンになってやろうかなって、個人的に思ってるんで、ぜひね、僕の曲聴いてください。ファーストアルバム出しましたんで、はい。去年の10月26日にね、ファーストアルバム、情熱の引きこもりを出しました。はい。ぜひね、興味のある方、聴いてみてください。iTunes、Apple Music、Spotify 等で配信してます。まあ、他のサブスクでも配信してますし、あとまあ、チャンネルクリックすると、ミュージックビデオ、何曲ありますんで、ぜひね、聞いてみてくださいという感じで終わります。また明日の動画がその1曲目予想の動画なんで、ぜひもし明日の動画見たいと思った方はぜひ楽しみにしてくださいという感じで終わります。社会に出るつらさで酔いざめのギター、よく聞き漁る本まで会ってすぐディナー。Now I'm